いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2013年モデル BMW ミニクーパーベイズウォーターパッケージを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントガラスに飛び石、右ドアエッジ、左右リアのアルミホールに傷がございます。走行距離に関しましては約1万キロと非常に低走行かつ外装面良好な状態を保っております。外装色はカイトブルー、インテリアはブラックレザーが採用されております。さまざまな世代から高い人気を誇る BMW ミニクーパーでございます。こちらのお車はベイズウォーターパッケージということで、専用ボディカラーのカイトブルー、専用の17インチアルミホイル、ボディストライプなどが追加され、おしゃれな仕上がりとなっております。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 1.6 リッター直列4気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は122馬力でございます。また足元に関しましては専用の17インチアルミホイルが装備されております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクスペースに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保された1台です。スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干ではございますが使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのものが採用されております。こちらにはクルーズコントロールが装備されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。シフトに関しましては6速のオートマチックシフトが採用されており、スポーツモードが用意されておりますので、よりスポーティーな走りをお楽しみいただける1台です。フロント両席に関しましてはシートヒーターが装備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、若干芳香剤の匂いがいたします。今回は2013年モデル BMW ミニクーパーベイズウォーターパッケージを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万キロと低走行かつ内外装比較的良好なコンディションを保った1台です。数多くの専用装備によりおしゃれな仕上がりとなったベイズウォーターパッケージでございます。こちらのお車に関しましては122馬力を発揮するエンジンと6速のオートマチックシフトにより軽快な走行をお楽しみいただけます。またクルーズコントロールやシートヒーターにより快適性も確保された1台です。車検に関しましては2020年の2月まで有効です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。